結構ベトナムで有名な。あ、有名は、フォーとか、ラーメンみたいの。あ、はい、というわけで今日もね駅前商店街に来てるわけですけど、またねちょっとリベンジしようかなと思う感じで、平日のねベトナム料理屋さんに今日はちょっと行こうかなと思います。おそらくね待たなくても入れると思うんですけど、ちょっと行ってまいります。ウイスラ分かるかな。あ、これ一つ。これ二つ。オッケー。お願いします。と、他には、モンチャです。結構ベトナムで有名な。有名は、フォーとか、ラーメン代の。あ、ここに全部、ラーメン代の。なるほどね。はい、ここにフォーです。あ、これも、はい、あ、じゃあこれ一つください。はい、お願いします。はい、はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ごちそうさまでした。初めてベトナム料理のフォーをいただきましたが、思ったより食べやすかったです。
1975年のベトナム戦争終結を機に世界中に亡命したベトナム人により世界に広まったそうです。見れません。目がこっち見てるな。痛かっただろうな。ねえ。なんかもう入ってる。これ結構一番。出てるよ。お腹がこっち出てるよ。怖い。ちょっとすごいけど。これ裏立てない絶対。うずらです。うずらさんごめんなさい。ちょっと見てるよ。いや大丈夫です。鳥です。鳥です。行けます。美味しい。美味しいです。美味しいんですけど、うずらの卵も好きなんですけど、この子みたいな食べれない。この子みたいな食べれない。美味しいですよ。ここはかわいそう。これも食べれる。あ、これも食べれた。え、食べるんですよ。ごめんね。ていうかさ、ちょっとかわいそう。気にしてんだね、あそこ入るのが。この匂いすごいもん。でしょ。うん。まだ嫌いなんですか。すごい。なんか匂い嗅いでいい？いいですね。そうそう、私が帰るときにいつも匂うのこの匂い。こういうハーブ系の匂いは嫌いじゃないからさ、いいの。で、味もすごく美味しいんだけど、でもね、やっぱりね、この。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。